箱館体系箱館体系は、日本のホースマンの始祖の一人とされる人物。元大日本帝国陸軍軍人、北海道開拓市職員、北海道庁職員。日本、特に北海道における馬術、競馬、馬の生産の発展に大きく貢献し、現代では、伝説の馬術師ともして言い伝えられる。エビス江ジ郎、深瀬広史堂と共に、箱館三史の一人に数えられる。 様似場所ホロマン出身。出生時の使命は、斎藤義三郎で、小野義三郎、函館義三郎、ついで、函館体系と改名した。1847年、斎藤元吉、春夫婦の四、男として生まれる。やがて解散省小野一右衛門の養子となり上京。昌平座科学問所において、栗本常運のもで漢学を学んだ。 明治政府誕生後はその軍隊に属し、1868年よりフランスの軍人ペルセルのもとで馬術を習得。陸軍省兵学寮に所属していた1870年、東京商魂車令大祭において行われた、天覧競馬において優れた乗馬技術を見せ、横浜レースクラブ所属の外国人騎手とのマッチレースを制した。この活躍が、 明治天皇の目に留まったことがきっかけで、後に開拓し、ついで、北海道庁に採用され、輸置蒸気の下で、馬の生産技術向上、馬術の普及にあたるようになった。また、この出来事を境になお、函館体系と改めたという説がある。なお、大行と改名後も数回、明治天皇の前で馬術を披露している。1881年。 時藤ため元の提案により現在の函館市海岸町で行われた競馬に協力したのをきっかけに定期的な競馬開催を目指すようになり、1883年9月に北海共同競馬会社を筆頭発起人として設立。北海共同競馬会社は海岸町に函館海岸町競馬場を開設し、翌10月に競馬を開催した。同社は1890年に 函館共同競馬会と名を変え、1896年、都東国亀田軍湯の川村大あざ湯の川あざかのに、現在の函館競馬場を建設した。1903年の函館共同競馬会でも、役員を務めるなど長年にわたり、函館競馬の役員を務める。北海道庁を退官後は、10位、定鉄業を営み、後に湯の川競馬会社に勤務し、 人々に乗馬技術を伝授した。その卓抜した、機乗技術は、現在にも様々な逸話として言い伝えられており、中には、糸乗り伝説といい、剣士一本で馬を漁したという話もある。晩年、馬に蹴られた右足が思うように動かなくなったが、その後も技術は健在で、難なく馬を乗りこなしたという。1907年に死去。函館市内に、墓所ある。 函館体系を名乗った経緯については、諸説あるとのことであるが、2001年、北海道外拓記念館調査報告第40号、三浦康幸、函館大津、根内の談話、河野常吉の聞き取りからによると、明治39年の聞き取りとして、大京本人が、吉信港が江戸へお帰りになって、上野に近親せられているとき、私は護衛の一人となって使えましたが、 吉信公派私が、函館出身のゆえをもって、私を、函館、と、お呼びになりましたので、水費私も改正する気になり、母方の縁故なと申し立て、函館と改めました。と語ったとのことであり、時期と同期が示されている。出典不明ながら、諸説も示す。明治天皇からの貸し品を辞退した際、代わりに、函館生を与えられた。 北海道を視察中の明治天皇の目に留まり、函館生を与えられた。前室天覧競馬において、明治天皇の目に留まり、王行について尋ねた。側近が、あれは、函館農老若隆号で騎手として制した、函館孫作は、王行の養子である、函館大継ぎの婿養子である。なお、競馬界において、著名な門弟とその系統の多くは、 中央競馬の組織に属しているが、中央競馬の騎手及び調教師には、箱館生を持つ者は2013年現在いない。箱立孫作や孫作の無雇用紙の正和などが、戦後は、地方競馬の船橋競馬場で旧社を開業していたこともあり、現在は、船橋競馬場に孫作の用紙である、箱館和明調教師がいるのみとなっている。明治、 大正期の騎手たち。起立者左から、内山坊函館大継稲村坊着座者左から門下生、杉浦武明川南坊飯田東作。大行の門下生からは、日本の近代競馬を支えた、ホースマンが数多く育った。現在もその流れを組むホースマンは、中央競馬、地方競馬、生産者などに、数多く存在しており、 日本国内でも最古かつ最大級のホースマンの系譜の一つである。例えば、竹豊は、竹彦七の大久保西洋、大久保隆氏は、大久保福松の子孫である。また、戦後の地方競馬にも大系由来の系譜は存在し、例えば、石崎隆行は、指定関係の系譜をたどれば、出川右尾作り、谷口元吾、大久保ふさ松。 箱館大ぎと遡り、王行にたどり着く。箱館体系、ありがとうございます。